皆さんはこんばんにちは、バットです。キャンプしないおっさんの休日、伊勢神宮ですね。5年ぶりに来たかな。今下空に行ってきます。ここにさ、白いお馬さんがいない？前なんかウーみたいな、うん、ウーみたいな、ほら、ウーった、ウーだな、すごい、キューっていく感じがする。それ薄くて、下からも入れたりするんや。曇り、雨はセーフ。の旗、日が、そうだね、出てきたね。これでなんか清められたかな、俺の体も。運はね、あんまりお守りとか置物とかそういうのは買わないですね、めったにね。買うらしいです。御朱印、一応それはもらいましたけどね。内宮外宮、もう今神社でも御朱印が普通になっちゃったんでね。まあそれはそれで記念にはなるからね、いいかなとは思いますけど。さあ、飯だ飯だ。伊勢うどんよりいいものさっきの牛丼のところどこやったっけな、こっちやったかな。1個ぐらいでいいよ。はい、突き当たりを右奥に置いてください。はい、まあ、以上で、はい、ありがとうございます。はい、すごい量じゃない。いやー、赤福はお土産で買いました。2個入りを2つ。前菜まではお腹がいっぱいで食べれません。